完成。どうよこの手羽先の甲羅には。でほら輝いてるから眩しい。いただきます。うん、おいしい。多分ね、みんなも気になっているであろうこの手羽先、ちょっと食べてみるか。見えるか。めちゃめちゃキラキラしてるでしょ。いただきます。うん、おいしい。普通においしいぞこれ。で本当にコーラ1本と醤油と砂糖しか使ってないのに、まあ、やっぱコーラ入れてるせいかもう身がねホロホロなんよ。もういやホロホロの1個上だな。もうすっごい柔らかい。これはご飯進むわ。味もね、すっごい染みてる。でも今回コーラでやったけど、なんかサイダーとかジンジャーエールでもできるって書いてあったから、今度そっちの方でやってみたいね。すごい味も染みてて、もうね、とにかく柔らかいの、身が。そうだからこれね、絶対ね、子供好き、この味。でもさ、今さ、もう5月のさ、中旬でしょ。時間経つの早すぎない？この前新年度になったばっかかと思えばもう5月中旬で、俺はね看護師今5年目なんだけど、いやもう5年目かっていうくらいの速さなんだよね。でなんかそれでさ、家整理してたらね、すごい懐かしいものが、ね、出てきてね。もう自分がね新人の時になんかプリセプターさんからなんか1年を振り返ってみたいなのをもらえたんだけど、
やめちゃくちゃこれが懐かしくて、エボシ君は意外と天然系であり一方で論理的な面もあり、いい感じでバランスが取れてますとかも書いてくれてあるし、この世界肩身が狭いですが大丈夫やっていけます。エボシ君がいい面は冷静さを保てることだと思います。急変やいろいろなことがあっても冷静を保っています。いやめちゃくちゃ嬉しいよね、こうやってね書いてもらえるっていうのは。多分ねこれからも新人の早い人だと8月くらいから多分夜勤に入り始める部署もあると思うんだけど、自分はね新人の時に10月くらいに独り立ちで入ったんだよね、夜勤初めての夜勤ってなった時にめちゃめちゃ荒れたんだよね。なんか初めての夜勤ってなんか荒れない？なんか自分の時はすごい荒れて2人くらい患者さんが少し具合悪くなっちゃったんだよね。で1人目が血圧が結構70とかまで下がっちゃって、やばいこれ先輩に報告しなきゃと思ってめちゃめちゃ猛ダッシュで走ったのよ。で先輩って言ったら廊下は走んないみたいな感じでめちゃめちゃ怒られて、なんかもう子供なのか俺はみたいな感じでもうめちゃめちゃ怒られたんだよ。まあそれで対処して、で次はなんかね酸素の値が 80% から全然上がらなくて、あやばいこれもまた報告案件だと思って、もうよし報告しに行くか報告しに行くぞって思って走ったから怒られたわと思って、まあ、走らずにね先輩ところにすいません先輩って言いに行ったんだよ。全然酸素が上がんなくて本人もちょっと息苦しそうなんですって言ったら、なんで走ってこないの、走ってこないので怒られて、いやいやだからさっきだって走ってくるなって言ったからと思って、まあね、そんなことがねあったんですよ。そう、そんなことがあってね、もうだからね初めての夜勤ってね絶対ね緊張してるから疲れるし、そういう時に限ってやっぱなんかあるしみたいなことがあるから、絶対初めて夜勤入る日、これからね入る新人の人は夜勤前にはもう絶対寝て、多分寝れない人とか結構多いと思うんだけど、しっかり休んで体力温存してもう絶対行くのがねいいと思うんだよね。ごちそうさまでした。